ドラゴンクエストウォーク。はい、皆さんどうも、こんばんは、こんにちは、おはようございます。これからドラクエウォークガチャ10連やっていきます。今回は復刻ガチャですね。こちら10連、配布チケットがあったと思うので、それを使ってやっていこうと思います。それに加えてですね、無料の CM 付きの単発のガチャ、こちらもですね、はい、やっていこうと思います。ということで、早速ですね、まあガチャの画面に、はい、入っていこうと思います。ではですね、はい、無料の単発 CM 付きガチャやっておきましょう。1日1回のやつですね。はい、では行きます。CM が長かったら、はい、こちらですね、カットの方をしますが、ちょっと長そうですね。はい、カットします。はい、CM がですね、ようやく終わりました。結構長い CM でしたね。というか、まだ終わってないのか。はい、終わりました。はい。ガチャスタートです。はい。お金色宝箱スタートで、星の空の演出はまあまあかな。これ虹色になったらいいんですけど、どうでしょうか。あ、虹色。久しぶりに虹色ですね。はい。どうでしょうか。来い。どうだ。あー、ゴシックパラソルか。まあ、虹色はね、なったの久しぶりですよね。本来だと虹色 7% のはずなんですけど、まあちょっとね、7% などというのはね、もう完全に嘘ですよね。はい、運営さん。ということで、まあ今回はですね、英語の神々復刻ですね。はい、すいません。無料の配布チケットじゃなくて、こちらですね、優勝1500ジェムのやつです。はい。ちょっとラインナップ見ていきましょう。武神の剛剣。これはね、持ってるんですよね。はい。竜神王の剣。これはありません。はい。これが一番欲しいですね。あと、高層神の杖。これはあります。ルビスの槍もあります。というわけで、まあ一番欲しいのが竜神王の剣。こちら、当たったら嬉しいなということで、行きましょう。どうでしょうか。はい。多分、虹色はね、1個確定してたんじゃないかなと思いますが、あ、違うんだ。あ、虹色1個ありますね、一応。はい。最後、虹色でしたね。自力での虹色をゲットはなかったです。はい、ちょっと残念ですが。ということで、はい、竜神王の剣が当たるといいんですが、どうでしょうかね。武器以外はね、あるんですよね、竜神王の剣。はい。というわけで、どうでしょうか。はい。はい、最後お願いします。はい、竜神王の鎧下ということで、まあ持ってますね。はい、ちょっと被ってしまいました。まあこれのね、武器だったら最高だったんですけれど、まあちょっとね、そういう意味では残念な結果となりましたが、はい、動画を見ておられる皆様には、ピックアップ武器が当たるなど幸運が訪れることを願っております。はい、そんな感じで今回は終わろうと思います。ではまた、おつ。